イエーイイエーイは不動産に関する検索エンジンである。正式名は不動産公開検索所の実験システム。バセダ大学ファイナンス研究科において運営され、日本の不動産情報の外況が検索できる実験サイトとして2007年2月に公開された。その後2007年9月3日にイエーイと名称を変更している。 なお、バセ田大学が作った検索エンジンには、地さとがん、サービス終了がある。2009年1月末日をもって、公開の社会実験は終了するとともにサービスも終了した。公式ブログによると次世代サイトの登場が予告されていたが、2009年2月に、東京武道産取引所の検索エンジン採用し、再び公開された。 日本の不動産情報の外境が検索できるサイトとして登場した。不動産情報の流通、不動産の価格形成メカニズムの分析や、不動産取引の指標に関する研究を行っている。当初3人の大学院生が実験的に作ったとされ、出来が良かったことからそのまま、非商用の研究目的で運営されることとなった。大学の研究から生まれた経緯も似ていることから、 不動産版 Google とされることもある。現在システム開発は検索エンジンのサグールをベースにチームラボが担当し、不動産市場の可視化に取り組む大学院の研究室と独自のウェブ技術を持つ集団のコラボレーションが生まれた異色なサイトとなった。2007年7月に日経産業新聞の一面に取り上げられ、検索エンジンの仕組みが一部明らかとなった。検索エンジンが インターネットの情報の中で不動産広告だと判定するとその情報が蓄積され、次に検索所のサイト利用者の検索により、情報が一覧で表示され、地図上にプロットされるようになっている。これらの仕組みは人間を介さず、全自動で実現されている。登録物件数は、売買物件で50万件以上、賃貸物件で200万件以上の物件から、 検索が可能である。通常の住所、駅名の検索以外に、フリーワードによる検索も可能となっている。外見は2つの検索窓から構成され、左側に場所、住所、駅名など、右側にキーワードを入力すると不動産物件が Google マップを用いた地図に表示される。左側を空欄にすると、全国の物件を表示する。検索結果から不動産情報について、 詳しく知りたいときは、引用した不動産サイトにすぐに移動できるようになっている。画面は AJAX を多用している。物件の検索とエリア情報の検索が可能で、エリア情報は Adobe Flash を用いた地下情報、地下工事、地下調査価格や Google マップのストリート部に似た360度写真、東京中心部のみも見ることができる。二千七年十一月から、 相関マップ検索という検索方法を追加している。引き続きインターネット時代における不動産情報の流通のあり方に関する研究、不動産インデックスに関する研究を行い、非営利、非商用の社会実験サイトとして運営されている。そのため、トップページには検索窓の他に平均利回りや平均価格などのインデックス、 指標がリアルタイムで表示されている。不動産インデックスに関して求められる要件は、リアルタイム性、客観性、網羅性の3つが考えられる。従来、日本における不動産に関するインデックスは、工事価格、地価調査価格のように全国を網羅するが、1年ごとに評価人により評価され公開されるものであったり、不動産投資家にアンケートを記入してもらいそれを、 統計処理するものや、毎月発表されても、調査範囲が、東京中心部に限られていたり、いずれも特徴がある。イエイの表示する平均利回り、平均価格などのインデックスは日本に存在する、売り出し、貸し出し情報をお網羅していると言われ、計算はすべてシステムが一定の方法で行っており、人間の意思の介入の余地がなく、しかもリアルタイムに、 現在の不動産流通市場の状況が表示されている。すなわちトップページには過去に例のないインデックスデータが不動産公開取引の状況として提供されていることになる。実際にサイトの様子を見るとほぼ1から2時間ごとに再集計されているようである。また運営者のブログによると この不動産流通市場の状況の数値は一定の方法で物件の重複を取り除いてから計算されている。この方法で計算された不動産市況の冷やしが公式ブログで公開されている右上図。ユーザーインターフェースは独自の知的検索エンジンにより検索条件に合うものを抽出し一覧表示している。検索する場合にはまず売買か賃貸を選び、次に2つある。 テキストボックスの左側に地域、または駅、右側にバルコニー、南向きなどのキーワードを入力するようになっている。そのため、例えば左側を空白にした上で右側に、景色とだけ入力すると、全国の景色の綺麗な不動産情報が表示される。検索機能の使い方は単純であるが、その他になどの機能がある。ユーザーインターフェースは、 エイジャックスを用いた意欲的な作りであったことから、サイトオープン初日から様々な IT 系のニュースサイトやユーザー参加型の情報交換サイトで上位に取り上げられ、さらには Web デザイナー向け雑誌の特集ではプログラムソース付きで紹介されたこともある。また、2007年11月から相関マップ検索という検索方法が追加された。これは、ある場所に 関係の深いとされる別の場所をプログラムが指摘して表示することができる機能で利用者は自分でも気がつかなかった場所で不動産の検索ができるというものである。実際には羽田空港駅の近くに関西空港駅が表示されるように必ずしも物理的に近い場所が表示されると貼らないようである。不動産の情報流通についてはここ1から2年の間に 米国では trulia.com や zyllow.com などの横断的な検索機能を持つサイトが、米国の不動産の代表的なサイトとして認められていることも、このサイトが登場する背景の一つとして取り上げられている。ea で検索して表示された不動産の詳細に関して知りたいときには、各情報に引用元のリンク先が設けられ、 リンク先から直接不動産会社、または不動産サイトの該当ページに移動し、そこで不動産会社に問い合わせるようになっている。この点も、不動産広告サイトとは異なる特徴で、不動産会社のサイトのアクセス数を増加させるという、不動産会社、または不動産情報サイトのメリットにもなっている。また掲載が終了された物件は、自動的に、 取り扱いが終了した旨の表示がされるほか、誤りを報告することもでき、情報の正確性に配慮されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。